皆さんこんばんは安本いらきですアーカイブ限定のおまけ意気込みパートとなります本日はあの長いことお世話になっている先輩セールスマンが来てくれておりますよとその前にメールいきます、えー、スターブライトセール、えー、吉田沙織さんがスタトーリットファイター6のキャラたちを倒していく企画がありますが安本流の竜やガイルの倒し方は何でしょうかと えこれちょっとずつアップされていて最初あの吉田沙保里さんは竜と対戦するんですけどねあの波動拳を竜が落ちましてまあ段ボールなんですけどそれを素手で吹っ飛ばしてその後そのわずかな隙にタックルをするって言っダ段ボールの竜をへし折るっていう。 動画で,、ね、でしたけどそれの次バージョンがねあのダルシムというキャラなんですねダルシムは手が伸びてきたところを手をあの左手の甲でパーンと跳ねてあの引きちぎってましたね <laughs> その後にあのに浮いてるわずかな隙にタックルつってあのその後地面に叩きつけての KO っていう倒し方でダルシムを倒していたんですがあの倒し方を見たら僕はもう他の倒し方は思いつきませんガエルの倒し方はガエルはきっと待ってるんでもう待たれたらどうしようもないんでもうなんか エアガンとか持ってなんか撃ちますそれしか無理です、えー、もう一個ぐらい行こうかな今日は、えー、鹿飛び出し注意さん夫がゼルダの馬にグラスワンダーやエルコンドルパサーなど往年の名馬の名前をつけています安松さんは何と名付けていますかいいですねこういう遊び方も素敵ですね自分が一番とその昔に好きだった馬だったら僕もアヤノトップガンってのもつけたりもするんですけどでもやっぱ己が強く強さだったりとかねその なんでしょうね、強さの象徴的なものとかいうとやっぱどうしてもディープインパクトになる気がします僕はじゃあ自分でゼルダろうにはディープインパクトって名前をつけて遊びたいと思いますはいそれでは月経館プレゼンツ安本宏樹の「笑われるセールスマン」過去仮本編をお楽しみください月経館プレゼンツ 安本裕樹の笑われるセールスマンこんばんばは安本裕樹ですこの番組は、えー、話題のアニメやゲーム声優特撮に関するさまざまな情報トピックスを紹介したり関連する声優や関係者の方々をゲストにお迎えしながらさまざまな A&G コンテンツの魅力情報を伝えていくトークバラエティー番組です、えー、今回はです、ね、私も長いことお世話になっているセールスマン先輩セールスマン先輩じゃねえや先輩セールスマンが来てくださっておりますがその前にメールいきましょう。はい えー、桃のハンドクリームさん。 えー、安間さんこんばんこばは鈴村さんゲスト会楽ししく拝聴ささせていたただきましたありがとう鈴村さんの人生のルーツにまつわる楽曲をどの曲も魅力たっぷりに紹介されていましたが、ね、おしゃべりがお上手ですよね面白かったですね話聞いてて「乗り込め街中華」の紹介では途中から街中華あるあるで盛り上がっているのを聞いて私もマーボーナスが食べたくなってしまいましたさすがパーフェクトセールスマンと召し上手だなと思いましたとまあ鈴村さんやっぱおしゃべり上手だけどあのー、それ15周年ね鈴村さんのアーティスト活動15周年 年を記念したアルバムルーツというものを出されたわけでございますがその一曲一曲のお話を、ね、丁寧に説明してくださったんですけどやっぱその中でもダントツ他もねすげえかっこよくて素敵なお話いっぱいあったんですけど違和感という意味でこの乗り込め町中華というのがやっぱ異彩を放ちすぎていまして私も気になっていたんですがやっぱりその異彩に、ね、あの何でしょうね私が感じた異彩その通りといいますか。 ものすごいバックボーンのあるお話で面白かったですねでもね僕は町中華であんまりマーボーナス食べる側の人間ではなかったんですけど鈴村さんに言われて僕もマーボーナスをこの間食べました、うん、やっぱ自分の家では出せない火力で食うナス料理はうまいなという結論ですんで皆様もね鈴村さんの、えー、ルーツそしてマーボーナスともによろしくお願いいたしますじゃあもう一つ目でいきましょうリコリーナさん 安村さんこんにちはこんにちは、えー、テニプリフェスタは2 0 2 3ンダーセブンティーワールドカップ配信で拝見いたしましたまだ見れるのかなユーネクスト 見れるはずですもしかもう見れなかったらごめんちょっと公式ツイッターとか見てください、えー、キャスターの皆さんの作品に対しての愛情がたくさん詰まっていて画面を通しても熱量が伝わってくるとても素敵なステージでしたありがとうございますまた普段なかなか聞くことのできない安本さんの貴重な生歌もお頭が煽っているようでとてもかっこよかったですそうそのお頭頑張ったんですよそれと楽屋が楽しいとお話されていましたが出演者の竹内俊介さんがツイッターで安本さんが焼肉自転すぎるとつぶやれていました <laughs> 一体楽屋でどんなお話が繰り広げられたのでしょうか気になります 俊介君が、えーっとね、小林千秋君のお誕生日会をしなければしたいんですけどいい焼肉屋さんを知りませんかって言ってきたから各町を聞いてその町にある焼肉屋さんを片っ端から教えましたそしたらあのこういうことがつぶやかれていました。 まあでもこのテニプリフェスタは面白かったですね、僕はなかなかあの自分がそんなに前々前に出るキャラクターじゃないんですよね、後ろに電灯構えてる、平等院法という役をやってるもんですから、どうしたもんかと思っていたんですけど、うんやっぱスタッフさんもそうだし、ね、来てくださってる皆様もそうだけど、何せ演者が捨てに振り好きな人が多いんですよね、テニプリ好きおじさん、おばさんがいっぱいあるんですよ、あそこの世界は。その人たちが必死になって一生懸命みんなと楽しもうとしてる姿は、やっぱ素敵でしたね、何より、あと座長ですね。 コさんは本当に素敵オブ素敵でしたねあの彼女が真ん中にいてくれるからみんなこのテニプリズの忍者たちは好きでいられるんだな好きでいていいんだなっていう気持ちにさせてくれる本当に素敵な座長でした彼女がいる場にね僕も立ててよかったなとすごい大変だったんですかね準備とかもでもやれてよかったなと思いますし皆さんにもねたくさん見ていただけたら嬉しいなと思いますんでぜひよろしくお願いいたしますほいじゃあ先輩待っておりますんで行きましょう最後までお付き合いお願いしますこの番組は ニジスタ月景館の提供でお送りします月景館プレゼンス安本裕樹の笑われるセールスマンカッコカリ皆さんこんばんは安本裕樹ですそして今回のゲストセールスマンはこちらの方ですどうもお邪魔します伊藤健太郎でございますお邪魔にりますお願いいします<ー>さあ伊藤健さんと初めて会ったのはまあ多分 CD ドラマとか細かいものもあったと思うんですがガッツリしたら多分ブリーチだと思いますねやっぱ まあもちろんマイク前という点ではそうだけど、うん、あの初めて会ったの僕はね絶対やすくんと会って欠かせない出会いの思い出としては真鶴の琴ヶ浜海岸でございます、ねはいはい、あの音響制作で僕らの養成所の講師もやってくださってた先生が海の家を貸し切りみたいな形にしててそこにいろんな演者さんだったが養成所の,の教え子たちを呼ぶというのがあったんですよ。僕そこで伊藤健さんもだし福山潤さんとかもそうだしそうだ、ね、結構いろんな方に初めて僕はまだ養成女性でしたね。あれまだだ生徒の段階っったっけ 俺生徒だったと思います。覚えてる？覚えてますよ。一緒に場所取りとか行きましたもんね。そうそうそう。かで泳いで。そうそあよく覚えてんね。もう十二十年近く前っすよ。いやそうだよ。もっとか二十年以上か下手すよ。僕ね本当覚えてるのはあのあの頃まだねまあ身長は高かったけどそこまでお肉ついてなくてでも真っ白でひょろっとガリっとした縦長の 若い子がやってきて挨拶してきた第一声がえらい低音で弾いた <laughs> そうだっただ <laughs> 全然外見と合ってねえぞこいつみたいなあれはもう鮮明に覚えてるまだ俺が自分の声に振り回されてる頃ですね <laughs> などうしていいか分かってない頃ですね <laughs> いやだからあの時さ まだ許されてお店で売ってたからあの森を使ってさちょっとねお魚取ったりとかねやってた時にまあよくねずっとこう行動共にした記憶がそうですねあれ伊藤健さんと俺と誰でしたっけなんかもう一人がいましたよね誰でしたっけあでもやえやす君の弟じゃなかったっけうな気がするなんか面白かったですよねすげえ朝っぱらから俺たちだけ活動してますよね <laughs> でもねあの宿での飲み会も含めてあの頃からまあそのなあまあなんてトークが立つ子なんだろうっての、ね、いのやいやいや,いや思ったよあ懐かしいですねあんな頭なんだうんあれもうないっすもんねそうだねう今ちょっとやってらっしゃらないからねなかなか面白いいい経験だった、ね、そうだあの時福山さん糸健さんたちと俺体力化け物みたいですね今思うと朝っぱらから糸健さんたち海潜ったそんなとのに、ね、夜福山さんとちょっマージャンってんすす俺。<laughs> そうかマージャン組にも合流できるんだもんね <laughs> 今もうと化け物みたいな体力だなって <laughs> でお酒も飲んでるんですよそうね、まあ、あの酒に関してはもうあの旅行は朝から晩まで飲んでるからさ確かにそうでしたねそうそう懐かしい話ね。おだいで大らかな時代でございました、ね、本当ですそんなところにそこかそころ,ころかで現場だったのがブリッジとかそうだね,やですねいやだから ちょっと嬉しかったんであの時あの時浜辺で会った安本君がそうかっ,つってでもそういう人たち結構いたんじゃないですかうん、うん、この出会ってた人たちってまあ確かに何人かは覚えてるんだけどよっちんさんとかもそうじゃなかったですかいやよっちんくんはでもあのまあ同い年だし、うん、あそうかそうかか現場が先かじゃあ、うん、そうそうそうおそらく現場の方が先でね。 まあシグマの人がとにかくたくさんいらっしゃったなっていうの先生やってらっしゃいましたまあ、うん、の方が、まあ、お世話にもなりましたけれども、ね、だからブリーチ来てやっぱり誰よりも若いのに誰よりも低音の役をやってたっていうのがやっぱね <laughs> 安子のスタートああでもそうかでも結構序盤だもんな藤健さんもブリ,ブリーチで僕も藤健さんも割とブリーチなかったと序盤に出,て出番があったから結構早めに会えたからそ,う、ね、そこがよかったですねイベントごとでもその後お世話にもなりましたしそうそうそのの後弱ましいペダルというのが、ね <laughs> これもだってね、やすくんが年下なのに俺たちと同いとしねキャプテンだしたねキャプテンだったね、そうそうそう僕らを率いていく役を森久保さんと糸健さんと鳥海さんを鳥海さん後輩っすかそうなのよあいつだけ一年生になりやるもう懐かしいんだけどそうですね、いつの間にやら時間経ちましたね、ペダルもまだまだね、みんな頑張っておりますがね。 ぜひね、諸々の先も応援していただきたいところでございますが。さあ、この番組、月桂冠さんからお酒が届いておりますので、月桂冠雑誌チャットで乾杯していきましょうと。じゃ、こちらの方ね。候補。あ、振るんですね。これね。ちょっと軽く。ああ、濁り系。そうだね。ええ、なんかクイクイいっちゃいそうだね。音いいんですよ。音と、気持ち。よいしょ。はい、というわけで、じゃ、こちらで本日はやっていきましょう。はい、よろしくお願いします。頑張ります。お願いします。はい、おいしい。 あいいねこの美八包の日本酒、うん、今日は月経館ザ・ショット飲み比べセットを手に得していきましょう突然ですが6月18日は父の日ですねお父さんへ日頃の感謝の気持ちを込めてプレゼントを送りませんかそこで月経館より父の日におすすめの日本酒ギフトの紹介ですザ・ショット飲み比べショットセットは飲み比べショットだって <laughs> ザ・ショット飲み比べセットは口に含んだ瞬間に広がるフルーティーで贅沢なテイストの日本酒4種類が各2本入っています通販限定の特製ギフトボックス入りでプレゼントにぴったりです父の日は お父さんと一緒に楽しい晩食をしませんかこちらは月経館オンラインショップでお求めいただきます。というわけで、本日はね、あの、爽やかホワイト薄にごりを手に飲んでいきたいと思いますけどもね。えー、さあ、続いてここからミニコーナー、わらせるザクッション。月経館でシャッとの気軽に日本酒というテーマにちなんだ質問に一つお答えいただきます。えー、今まで見たことのあるかわいいおい方。まあ、言うても、伊藤健さんはね、あのお酒を飲まれますから、<laughs> いろんな人たちを見てきたと思うんですよ。まあね。 ままあまあ言うても俺率先して酔っちゃう方だからさそうなんですよねそれはね事実です <laughs> <laughs> まあと酔った糸研さんにはいろいろ引っ張り,引っ張り回されでことあるもん俺そうね俺は言う権利がある <laughs> いやまあそれは俺も否定はしない <laughs> あなたにはある <laughs> まあでも最近はねやっぱりオンストとそんなね,、うん、ねなかなかねこ,この中でもありましたしね、うん、そう、うん、まあでもやっぱりまあ僕も言ってもデビュー当時は先輩に連れられてっていうね引っ張り回されてっていう中で、うんうね、井戸源さんだってデビュー時相当すげえ若い頃にデビューなさいましたよねいやでもね22ぐらいかな95年1995年、ね、でもあの頃の男性声優今みたいにデビュー早くなかったじゃないですかそうかねだって重大代デビューってあんまいなかったじゃないですかあまあねさすがにその中で結構井戸源さんとか俺結構早かった気がするんですよね,そうだね 確同世代のどうせない中でも僕と翔ちゃんちょっと早めだったかもしれない。うんうんね そんな若者はだってそれは先輩にいいように引きずり回されるに決まってますからいやだからあそこでいろいろね学んだよだから翔ちゃんと一緒にさあの頃ってさ大体焼酎のボトル頼んでさ、まあ、割り物を先輩の好みでね,ね作ったりしますよねそうそうそう、うん、で濃さんも先輩ごとに覚えてさってあれほんと不思議と覚えるもんなんですよ、ね、そうそうそうでまあほら会計だ領収書だっていうね締めの手続きから全部やってましたよ、ね、でタクシー止めてジグリーン先輩をね送り出してで全員送り出した後終電逃した家族 森久保祥太郎と伊藤健太郎で始発まで飲むかっていうね安い居酒屋行ってさ朝まで飲んでそうなんですよ先輩って絶妙な時間に帰るからこっち終電ないんすよねそうなんだよまあね今だったらちょっと贅沢してタクシーね乗ったりはできますがあの当時はもうだからそういうんか辛い思いまあ楽しかったんだけどねちょっときつい思いもしたのにやっぱりこうなんだろうね同じ思いを後輩にさせてんだろうなっていう歴史はそうそう ちょっと時々反省はするんだけどね。うん、可愛 <laughs> い,い方にイメージある人いますか。まあ、そうだ。今、名前出たしょうちゃんなんかは。 まあ,あの頃は割ともう若かったからお互いさ無尽蔵に飲んでてでお金なかったから安酒で酔っ払っちゃうのよ僕たちね。でいつだったかあの俺が住んでた部屋で最後飲んでた時がコンビニで売ってる何百円かで買える安いワインとかねあれでなんかしこたまベロンベロンになってお互いちょっと現場で嫌なことあったのよ。 ちょっとそれ,ぞれち,ょっとちょっと激しめに飲んでしまったんです、ね、そうそうそう <laughs> でまあもうそれをもうお互いもう我慢できなくてまあと言ってしまったとそう今日わったこと昨日わったことを言ってなんとなくこう2人の話がシンクロしてくるのよ、うん、これあのさ今ちょっと話題に上がってるその先輩の名前さちょっとせーので言ってみない怖つってまあ割とね翔ちゃんとはいろんな作品でコンビ組んではい、はい、ユニゾンのセリフとかね言うこといっぱいあるんだけどまああのね どのユニゾンよりも綺麗に揃った同じ名前が <laughs> スコーンと出て あん時はまあもう二人とも大爆笑だったけどね。結果いい酒だったんです、ね。<laughs> そ,うそうそうそう。まあでも森久保さんはねあのいろいろ伝説がありますからね。うん、俺たちの中ではピークスパイダーって言われてますから。あのただのスパイダーマンですからね。<laughs> もうな壁捨てりしか歩けなくするってい <laughs> うね。ずりずりつだからね下手くそなやつのバイオハザードの,のコントロールみたいな万能の初代バイオの歩き方がありますけど、ね <laughs> <う>ね。あれでも素敵な話でね。まあ皆さんがねまだ脈々と現場でつねその場をつないでくださっているおかげで我々はあるわけでございますから。その通り。 いろんな方々お世話になっておりますが、ね、さあ、そんな伊藤健さん、本日はセールスでございます。はい,はい、はい。現在第4期が放送中のテレビアニメゴールデンカムインをセールスしていただきます。なんと、ヤングジャンプに連載されていた野田聡太の先生の漫画を原作にした作品で、北海道を舞台に繰り広げられる奪われた金塊をめぐる生存競争サバイバルと。 これ伊藤切さん、この手の漫画好きそう。うん。まあ、もともと僕ジャンプやんじゃんは。うんね、漫画読みますもんね。うそうそう。うん、もう小学生の頃から欠かさずだったから。うんうん、これやっぱりね、連載始まった時にね、はいはい、まず一話目から俺も。ハートは静、まあ、かに。うん。まあ、そもそもその前作野田先生の。スピナマラダっていう内装オッケーのやつも。うんうん、あの、なんてキャラクター。造形が。こう、すごい人なんだろうっていうのは、すごい印象に残ってて。で、その野田先生が。この。 テーマこの舞台でね。すげえこと、すごいところに目つけましたよね。で第一はこんな展開でも一気にこう捕まれて、これはもういつかアニメ化したら何でもいいからやりたいっていうのはね。まあブリーチの時きもそうだったけど、うんすごくやっぱりこう毎週漫画読んでるとどうしてもそういう目線で見ちゃうじゃない。アニメ化したらやりたい目線。わかりますわかります。そう、まあだいたい裏切られてちょっとさ、悲しい気持ちになりますかね。仕方ないんですよね。そうなのよ。うんでもだからもういい衝撃の出会いをしましたこの作品とは。そしてこちらの作品一年と。 さんはまあ白石がね主役をやってる作品ですけれども白石をしたけどキャラをやってるんですよね白石はるかにあしりっぱをやっておりますがこの白石をしたけどこれどんなキャラなのか皆様にちょっと教えてくださいいやいやまあまあ大体ねご存知と思いますがまああの千佳ちゃん演じる杉本とねはるちゃん演じるアシリパさんとまあ今行動共にしているア網走大臣の人生ですからねそうなんです俺たち三人あの今「ごとり」っていう言葉を覚えてるんかねゴールデンカムイの三人のトリオのことを指す言葉なんだっそれをリスナーからのメールで してそれからね俺たちのグループラインもごとりに代わったまあいいです、ね、す彼らあ2人とねコードともにする網走脱獄衆の一人脱獄王というね名を冠している、まあ、白石義武なんですがこちらのモデルになったね実際の脱獄王の方というのもいらっしゃってね、うんうん、結構資料とかも読んだんですがはい、はい、まあでも脱獄をすることによって彼ら彼女らのね手助けになるということよりもどちらかというとおバカをやって、えー、まあそのこのハードボイルドな世界観に一服の清涼剤として 存在しているまあそんなキャラクターでありますねはいまあ、まあコメディリリーフとよく言われるポジションで <laughs> で序盤は、はい、あ割とおんおんこうなんだろうキャラ立ってんなって思ってたんだけど、はい、あのね後から後から来る人がねもっと変態もっと変態がようせの、ね、おかしい役者がいっぱい集まってますからねそうな,んだなんか考えてみたら白石が一番普通になっちゃってね <laughs> なんかね今ねあ<ー>、うん、あでもそうか脂っこいもんなんせってる人たちみんな <laughs> <laughs> まあまあでも本当ねあのと人主人公2人のね成長をこう共に見守りながらこう歩んでいくまあ素直じゃないからねあのストレートにものを言う機会はあんまないんだけれどもなんかこう変化球投げながらこう共に旅をしていくそんなまあマスコット的な存在と、え。ー 捉えていただければいいかなと本来は脱獄うですかう、ね、そうそうです。<laughs> もうあうゆるところをこうね脱獄しまくった男ということでねなのにあの主人公チームとそうそに一緒にいますからね。<laughs> <laughs> まあまあうそうでもないのう今もう第四期入ってね。大変なそですう、ね、そう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 今第四期はもうそ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 うでうそ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 、ん、うそうそうそううそ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 ううそ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  いいくもつかかせぬ展開とまますか過酷なな感じになってきましたが、うん、そうあのね第4期収録してて本当思ったのが、うん、あの3期までの、ね、収録の段階では原作が最終回まだ迎えてなかったのだからこ,う、えー、この先どんな展開なんだろうっていう中でやってて4期の収録はね全員やっぱりその ラストがどこに行き着くっていうのを知った上でやらなきゃいけないから、んか<う>なんかい、ね、いやでも感じの感じさせるわけにはいかないけどね、難しいですね。よしよしあれじゃう<ー>どっちも。<ー>知ってればいいこととね、知らない方がいいことと。そうですね。そう。でそこら辺がこう一気になんだろうなそれぞれのコンディションがちょっと変わるなっていう。うんうん、まあ中でこの下降のね最後のラストに向けてのまあもう上り坂に今入ってるところなんだけど。 まあここにきてまだ新キャラががんがん出てくるこの、うん、雰囲気がとても今息をつかせぬ展開になってますねぜひ皆さね漫画も読まれた方でもねアニメも,ものすごく丁寧に作ってる僕もね拝見させていただいてますあ,ありがとうございますとても丁寧に作ってる印象なのでぜひ皆さん漫画の方も漫画もですけどアニメも見ていただきたいなと思いますが、うん、そしてなんとす素敵ですね<ん>12月24日 <laughs> テレビアニメゴールデンカムイスペシャルイベント2323 23かなどっちだろうの開催が決定とん <laughs> でイブにやるんだっ、ね、そうですね出演は小林 はるかさん伊藤健太郎さん中田譲二さん津田健次郎さんちんぽ先生野村健二さん <laughs> 松岡義次そして竹本っぽ武元英二さん小西克彦さん堀健恵さんもう何これ <laughs> <laughs> すごいでしょ。クリスマスイブにおじさん軍団が若い娘は囲んで何する気ですか。いやいやどんな展開になるのかも全く読めないんだけど。いやこれそもそもねあの本当は夏にやる予定だったイベントさ。そっかそっかそっか。四期の放送スケジュールがちょっとね。コロナのあれでちょっと映像が伸びちゃいましたね。そうになりましてまあそのおかげと言いますか。クリスマスイブリスマスイブなんで取れたの日がスケジュールがなぜか取れちゃったんだよね。いやいやびっくりでございますよ。 まあでもね、あのー、今までもまあそのシーズンごとのこう大きいイベントっていうのもやってますしアニメジャパンはじめちょっとしたステージもねこうやらせていただいてて、まあ、放送も生放送もありますしいろいろ。 まあ、気心知れたメンバーなのではい、はい、大丈夫だと思うんですけど大丈夫だただねジョージさん久しぶりなんだよなあ、はいったに登るのがジョージさんナックルボーラーですからねそうなのよ <laughs> 初めて、あのー、ステージに立った時2本と思って登場したのにびっくりした <laughs> やるなと思って <laughs> 一番何するかわからない方ですかね <laughs> そうそうジョージさんはそうでケンユさんも わなんかドキドキする部分あるじゃないケインさんだって何もわからずに現場にいらっしゃいますからねきっとそう思うでしょ <laughs> ところがどっこいこの間アニメジャパンのステージで、はい、ケインさんがね初めてカムイのステージに立たれたんですよーーそうしたらまあもうしっかり読んでて見ててなんだろうもともと読んでて こう出たい出たいって言ってたんですそうなんだ、うん、それで念願かなって出れていや嬉しいよっていつもの権威役さんじゃない何だっけ今日って言あの権威じゃない真犯人知らずに探偵役の聴役とか取っちゃう人た <laughs> 同じ人とは思えなかったすごいだからまあねいろんななんかね展開が見えて そうななんだよなこのイベントのステージそうですねなかなかうんと、うん、見た感じ小西さんが回しかな <laughs>、ね、一応ですねこにあの毎回俺が司会をんんそうやってんだけど基本的にコニタんが裏回ししてくれて,て <laughs> そうでコニタンをタケポンがサポートして,てなるほどそうそう <laughs> だから僕はすごく楽な司会をやらせてもらってて <laughs> いや非常にいいですよでも,、ね、でも仲,仲良しなおじさんたちがいっぱいいますしね うん、あの白井さんもんあの春香ちゃんの本んに、ね、白石さんも頑張っておりますのでぜひ皆さんこちらのイベントの方もチェックしてください。はい、こちらのメンター昼夜の二部セになっています。ブルーレイ and v d 十巻十一巻に、えー、優先販売抽選申し込み券が封入されておりますチケットに関しては詳しく詳しいことは公式サイトをねご確認くださいお願いいたします。はい、さあ、えー、こちらの放送を聞いてる皆さんにですね改めてゴールデンカメの魅力をイトさん教えてください。そうですねまあ本当にウゾウムゾと登場しているキャラクターたちが、えー、目を光らせながらある一定の方向に向いている。 かと思えばバラバラの方向を向いてえこの先予想もつかさぬ展開というものがねこう怒涛のように押し寄せてくるまああの作品の肩書にもあります「闇鍋ウエスタン」まさにもうその通りこのごったにの男たちの濃い汁を皆さんどうぞ飲み干していただければと思います <laughs> <laughs> はいありがとうございますテレビアニメゴールデンカムイ第4期をよろししくお願いいたしますでは番組を聞いているリスナーの皆様顧客の皆様からのメールもちょっと読んでいきましょうこちら「ゴ、えールンさんこんばんは。こさんばんはゴールデンカムイ」では井戸毛さん演じる白石は基本 ポンコツでダメ人間です。けど <laughs> その通りです。大直球。たまに見せる律儀さ情の厚さのギャップに、私にとっては一番大事なキャラクター、一番大好きなキャラクターになっています。嬉しいね。収録時にその辺のギャップは意識しながら収録されていますか。いや、でも原作読んでるからな。これ湊さんです。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。まあ、もちろんね、そのもう読者として、うんうん、そのなんだろうな。彼のギャップっていうのはもう。 熟知しているつもりではいるので、役者としては、あの。やりすぎっていうぐらい確信犯でやってる、じゃあやってます。そうかも間違いなく。でも、ここ締めどころだっていうのは、正直もうわかりすぎるから分かっちゃうから。読んでるものね。そうそうそう。でもね、おかげで白石みたいな振れ幅あるキャラは、やりすぎてもそこまで臭くなんないから。まあ、もう、安心してちょっとこう、思った通りに、確信犯でやっております。僕見た感じ、伊藤健さん白石で良かったんじゃないかなと思います。 いや嬉しいですね楽しそうですもんだ <laughs> まあまあまあそうですよだってもオーディション来た時嬉しかったもんだってあの大きい声出せないでやっぱり伊藤健さんはちょっと寂しいんですよああそうね大きい声出してほしいんですよう <ん S 1> <laughs> そうそうそう知らんじゃん結構出すから出す出す出す <laughs> まあまあ基本あの番組みんな大声出す確かにそう,う <ん S 1> <laughs> でもいいですねあのバランスもキャストもなんかもうまあ見事に ようこの人たち思いついたなってい<や>人たちが <laughs> 素晴らしいですよいっぱい集まってますからねぜひそこも見ていただきたいですか、はい、じゃあ次、えー、頑張りたくないさん 頑張れよ。<laughs> そうです、ねえー。ゴールデンカムイ毎週楽しく見させていただいております。くだらない質問です。伊藤健さんは白石義武を演じられていますが、アシリパエクの白石遥さんと名字が一緒ですよね。現場で白石で白石呼びで混乱とかするんでしょうか。<laughs> そんなこと気になる。<laughs> 気になるか。いやでも多分あの予想している通り、うんえー、時々混乱しますね。あ、そうだ。<laughs> どっちの白石が呼ばれてるのか分かんない時あるから。ディレクターは役名で基本呼びますもんね。そうね。うん。 あのねイベントとか行くとそ,、ね、その現場で会った舞台監督さんとかあとそのカンペに出てくる支持の白石がどっちなんだろ一瞬こう舞台上で見,見交わす僕と春ちゃんっていう名前いるかなここは <laughs> 字がピンクだから確かしなみたいな <laughs> <laughs> でもね吉武時々ピンクの時あんのよ <laughs> <laughs> そうなのよ。<laughs> それ信じちゃいけない。なるほどね。そういった思わぬところにね。罠もあるみたいでございますけども。<laughs> でも基本的にはみまあ、でも、ここの演者はみんなの作品好きそうな人たちが揃ってるもんな。うん、そこは間違いないね。うんうん、終わった後ね。うん、みんなで飲んだりもしてたって。白石もあのしら、あの,あのおはるさんの方の白石も言っておりましたが、え是非皆さんその温度感も楽しむためにね。イベントの方もチェックしていただければなと思います。お願いします。皆様ありがとうございました。これからもお待ちしております。 月経館プレゼンツ、安本弘己の笑われるセールスマン、カッコカエンディングの時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。おはがきの先さきは指番号1零五の8000に、文化放送月経館プレゼンツ、安本弘己の笑われるセールスマン、カッコカまで。メールの場合は w s a t m a r k j o q r n e t までお願いします。そして番組公式ツイッターも稼働中です。ぜひフォローしてください。ツイッターで感想をつぶやくときは推奨ハッシュタグ笑わせる。漢字の笑うに、カタガナでセルをつけてください。また YouTube 二次スチャャネルでのアーカイブ配信もございます。ディレクターズカット版としてたっぷりお おおけけししししてててりりりままますのででチェックしてみてくださいといいいとととうううわああががごございましたございましたたこちらテレビアニメ「ゴールデンカメイ」第4期は毎週月曜東京 MX 読売テレビ北海道放送 BS11 ほかにて放送中でございますプライムビデオでは見放題独占配信中です、うん、詳しくは公式サイトをご確認ください、はいえー、そしてやすくんと一緒にやってますねテレビアニメ「ブリーチ」はい、千年決戦編今度決別タいよいよ第2シーズンー、ね、いい7月8日からテレビ東京にて放送開始ですお楽しみに、はい、まあ個人的な僕の情報は、ね ね、もう、あの、大抵、ツイッターかユーチューブで出してます。ので、はい、そこら辺チェックしていただければと思います。はいお願いいたします。さあ、伊藤健さんは来週もよろしくお願いいたします。はい、それでは、この番組の終えては、安本ひろきと伊藤健太郎でした。お疲れ様でした。したこの番組は、にじした、月経感の提供でお送りしました。